はい、どうも、川月です。オブ散歩、行ってみよう。定番でございます。定番ノープランツー、何も目的がないのに乗ってるっていう、それが真のライダーなんじゃないですか皆さん。何の問いかけでてなわけで、てなわけでっての多いけど、今日はちょっと若干あったかいような気がするけど、曇り空、残念な感じですね。まあそんな遠くまで行かないんですけど、ボブちゃんこの間エンジンかかんなくなっちゃって焦ったんですけど、多分寒くなりすぎてね、バッテリー量は全然大丈夫だったんですけど、オイルが多分冷えすぎたのも思うんだ多分。あとはプラグかな、プラグ交換してないな、この間の車検以来2年ぐらい、2年って言っても2年で1万キロ乗ってねえな。まあどれぐらいの頻度で変えるのか分かんないけどな、適当だから、普通にいつも適当だからね。何を話すってわけではないんだけどね、やっぱハーレーはハーレーでいいね。そういうもんだね、やっぱね、乗り出すといいね。乗り出すまでが億劫なだけで、もう5月6月に車検出すから、3月4月の終わりの頃ノーマルに戻すか、あったかくなった頃ね。花粉がひどいんだけど、なったくなったね。バッテリーだけは交換してもらいたいんだよな。一回も交換してないですよ俺、バッテリーまだ5年間持ってるってこと。バッテリーが上がったことはないな、うん、ずっと冬場は。じゃあ充電器つなげっぱなししてあるんだ。今んとこ何の不具合もないな。あとはフロントタイヤを交換しなきゃいけないだいだけ。ディスクローターがどれだけ持つのか分かんないんだけど、そこまでお金がないっていう話。そこまでお金が有り余ってればいいんですけど、クロスカーにお金かけすぎたんでねえっていう話だよね。まあ伊豆も同じとこ走ってますけど、ご了承くださいませってことでね。いやいやいや、寒いなって言ってたら、さすがにズボン一枚寒かったな。バカだな、ただの。ただのバカ。草が登んねえっていうストレスが全然ないよね、この大型乗ってると。株だと、ああ、登んねえって感じだけど、まあ、それが楽しいんだけどね。走らねえっていうのが。まあ、こいつを持ってるから、株が楽しいんだと思うんだよね。わからないけどね。ハーレーは嫌いになったわけじゃなくてね、こいつをね長持ちさせるために株を乗ってるようなもんです。まあ、株のが楽って言って株のがいいとか言ってるけど、こいつを嫌いになったわけじゃないですよと何回も言いますが、こいつを長生きさせるためにちっちゃいのを乗ってるんですよ。だからこいつ乗らなくなったのもこいつのためにあまり乗らない。5万キロ超えちゃってんだね、もう。だから大事に乗るという、今まではもうなりふり構わずただ乗るぞーっつって乗ってて、結構いろんなとこ行ってたけど、もうそういう時期も過ぎかなと。子供も生まれたし、近場しか乗れない、乗れないっつうか、 乗れても近場だけだし、とは近場だけで満足してるし自分が。本当そうなんですよ皆さん。決してハーレーが嫌いなわけではないんですよ本当に。ね、
金もかかんすよ。独身だったら余裕で、余裕な感じだったけど、まあ、いろいろね、高級取りじゃないんでね、いろいろやりきりしながらやってるわけですけど趣味なんでね、バイクは別に仕事でやってるわけじゃない遊びで、遊びなんでね、そこそこに、そこそこだね、そこそこにやらないとね、怒られちゃうんでね。っていうと、家のことはちゃんとやってるんで毎日毎日乗ってるような感じしますけど、このちょっとの1時間ぐらいしか乗ってないですからね、多分1時間も乗ってないな、1時間なんか毎日乗ってんなと思われるけど、1時間ぐらいしか乗ってないんでね、そんな乗ってるとは言えないよね夜勤入りの1時間と夜勤明け帰ってきて車輪行って帰ってぐらいだよぐらいしか乗ってないからね、ほとんど乗ってないですよ、ほんと時間的にはね。まあ、ツイッターで見る人は毎日乗ってんなこいつと思うけどねなんかね、これプロファイルプリしてからね、5速で5速を使うことがなくなったな、あんま一般道でな。4速で80キロぐらいで出ちゃうな。ある程度遅くても40キロぐらいでも50キロ、あ、50キロ以下でも4速で走れるな。寒いからかな回せば出るし、この力強さが最高だよね、あれ。やっぱトルクで走ってますみたいな感じだねドーってね、後ろから押し出されるような感じ。車体が重いのが分かるような出だしだよねまあバイクは好きなもの乗りましょうよ。何に乗ったっていいんすよ。何気じゃなくちゃダメ。大型だけじゃ、大型中型だけじゃ、大型だじゃないとダメとかないからね、本当に。たまに言ってる人いるけどね、何でもいいじゃないですか、別に自分が乗る、自分が乗ってんだ、自分が乗るやつが良ければ良くないですか。人が何に乗ろうとね、全然こっち乗った方がいいよとか言うなら分かるけどさ、こっちもいいよとか、それもいいけどこっちもいいよとか、そういうのがいいんだと思うんだけど、なんで400乗ってんの、大型だっぺだって、そういうこと言えたらおかしいとかな。大型だけのバイクじゃねえって話だから原付き2種しか乗らないって人はそれでいいんじゃないですか、別に。それがその人のスタイルだからねスタイルだし、もしくはこう金銭的な問題でそれしか乗れないっていう場合はあるじゃないですか、いろいろ。そういうの知らないで大型の方がいいとかさ、だったら買ってやれ買ってやれたら知られるただでなプレゼントしてあげればいいじゃないですか、大型がいい、大型がないっつって。まったくたまに見かけっけど、ツイッターとかでさ飲んじゃれてたバイクそう思わないですか、皆さん。どうですか、マウント取ってくるやつ、なんつうの、何回イライラしてくれる、ああいうのな。別にいいじゃん、大型乗ったって中型乗ったって原付乗ったって人のバイクまで手口出してるらおかしいだろうぜって。もうおっさんですよ、かなり50超えてる人なら怒られちゃうかもしれないけど、もう体力感落ちてきますよ37だけども、まだ30代だと怒られそうだけど、やっぱ衰えは感じますよ、30代でも。30前半、20後半からこう30前半からに比べたら、やっぱりこう、体力がぐってこう、落ちたような気がしますよ。運動不足っていうのもあるんですけどね、30前半と今30後半に差し掛かってるから、バイク取った頃と今とは違うわけですよ。だから、本当にね、まだ御前山ダムになっちまうよ。123号車、危ない、立ちこぎしてしまうよ。これ立ちこぎしたことないの、モテギ、ああ、ゆずジャム買っていくか、そろそろ切れんだよな、ここまで来たなら。ゆずジャム行っちゃうか、全然余裕だし、まだ水飲みっちゃうか。まあいいや、どっちでも何でも。だからマウント取ってくる人ってちょっとどう
かなと思いますよね。まあ要するに結論的には何乗ってもいいってことですよ。自分が楽しければね、自分ですよ基本は。まあてなわけでね、久しぶりの動画だけどなんか風邪ちゃんな、暑くなっちゃったけどずっと。最近そういうのは、最近というか結構前からが多くて、なんかおかしいなぁと、おかしな世の中だなと思いますよ。バイクに限らずね。回転寿司とかのもなんとかあったりじゃないですか、アイフォン。なんか最近おかしいなと思って世の中。うん、大人がおかしいのかな、わかんないけど。真面目な話になって、真面目だか不真面目だか分かんない話ばっかして、すいませんね皆さん。お、女の子だ。中学生だよ。捕まるわ。パン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 で捕まるよ。ってな感じで、どういう締め方だとこれ。ってな感じで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それではね皆さんね、次回も楽しみにしててください。いつもおかしいけど、どのチャンネル楽しくないからね、自分で言っちゃうけど、まあね、次回で動画を待っててください。それではね、微妙な中でまた終わりますからね、色彩館の入り口で終わりますからね。今日本日は休館日だって。ではね、いきますよ。皆様ご視聴ありがとうございました。それではワニワニー。